딥バレンタイン！チョコだよ。だって今日バレンタインデーじゃん。いやあのね、作り出したらなんか今日が乗ってきちゃって気がついたらご覧のありさまだよ。50個くらい？いやこれめっちゃやばいんだって。卵型のチョコの中身が空っぽになっててメッセージカードが入ってるんだぜ。どうよこのあたしちゃんの天才的発想。おいしくて遊び心満載。はあ、やばった。え？もう似たようなものがある？まあいっか。とりま1個開けてみそう。それハズレだね。この中に当たりはただ一つ。見事引き当てることができるかな。さあちゃんましレッツチャレンジだぜ。でも開けたのは全部食べてね。真心とか情こもってっから。惜しい。諦めんなよ。お悔やみ申し上げます。なかなか出ねえな。仕方ない。あたしちゃんも参加するか。ラッキーカラーは青。誰だよこんなの入れたの。口ん中甘くなってきた。休憩します。せっかくだからバレンタイントークしようぜ。ちゃんまし今年は何個もらったの？モテすぎか。いやなんか腹立ってきたな。爆発して。誰から構わず愛嬌振りまいちゃってさ。こりゃ後輩ちゃんも苦労するわね。ほどほどにしとかないといつかやけどしちゃうぜ。まあもし何かあっても骨くらいは拾ってあげるけどさ。そろそろ限界じゃない？無理して食べなくてもいいよ。この後も山ほど食べるんでしょ。鼻血出てもしんないよ。そういうところじゃーい。あっぶねえな。油断するとこれだよ。ちょまず恐ろしい子。それ当たり。おめでとちゃん。いやいやこれでも褒めてるんだってば。本当にあげたかったのはその1枚だけだったし危うく企画倒れになるところだったよ。引き当ててくれて嬉しい。さーてと当たりも出たことだし次はカオルッチのところに行こっかな。それはね、世界で一番元気が出る最強の呪文。ピンチの時に思い出すといいよ。それじゃあねちゃます。チョコの食べ過ぎには気をつけなよ。友達としてのメッセージだからね。変な勘違いしないでよね。ツンデレか。あ、自分で言って笑っちゃった。